今回は僕の弟である浅野雄也と、YouTube チャンネルで対談をしてみたいなと思い、弟にお願いしました。そうね。まあそんなに、カチッとせず、二人でいつも通り話してみたいなと思います。どうですか、ゆうや。何や。第1回目。俺のゲスト。全然 YouTube 全然俺やってなかったけど。まあ、俺的にはレギュラーぐらいになってもあると思うけどな。レギュラーはむずいな。準レギュラー。準レギュラーまでや。お前は。そう、第1回目。だから、朝の家で回してたんじゃない？え？朝の家で。朝の家ででも見ても、わかんのお前しかおらんし。まあ、ここ最近の話題といえば、広島遺跡でしょ。うん。お前の。そうやな。まあ、俺も、おったチームではあるけど、まずなんで広島を選んだのか。そうですね。めっちゃ肩張ったな、これ。そのまあでも普通に考えて、やっぱり、まあ、タグがでも広島行ったっていうのは、うん、まあその、俺の中でも、まああるよね、やっぱ引っかかってる部分が。でも俺逆に、もう一個選択肢があった中で、なんで広島にしたのか。で、俺が思ってたのはもう一個の選択肢がお前にとって、なんていうのかな、縁のあるチームだったんじゃないかなって思って、お前、もう俺そっち行くやろなと思ってたけど。いや、もうこれはめっちゃ迷ったけど。広島を選んだ。いや、でもやっぱりその、だから。うーん、なんやろな。まあなんか、自分がなんか気になってるチームっていうのは特になかったから、うん、そのなんかちっちゃい時にずっと。で、なんか唯一そのなんか気になっているというか行きたいチームどこって言われたら、やっぱりそのタグの行っとったチームっていうのは俺もしとって、うん、し、やっぱそんなの気になるというか、まあ、タグがおるだけでやっぱ応援してしまうやん。その大学生の時とか。うん、だからそれで、まあ、タグがプレイしたチームで、まあ、やりたいなっていうのはあったけど、あとは、まあ、タク以上の結果を残しに行きたいなっていうのは、やっぱあるよね。まあ、まあ、俺もまだ、そうね、広島で3年半プレイしたけど、そんな言うほど結果残せてないでね、俺も。まあまあ。あっという間、1年目で、ボンボンボンと行って、まあ、俺も自分で頑張るしかないけど、A 代表でまた会いたいね。それは。だからまあ、すぐタグの記録を抜いて。ね。おいなぁ、広島なぁ。私はお母さん喜ぶねなぁ、絶対。広島は、ええとこやでなぁ。そうね。他なんかある？お前も聞きたいことあって聞けよ。その、質問からの質問。そう、パッて新しい話じゃなくて、じゃあタクはどうなんとかなら、全然聞かんと話盛り上がってかんでな。じゃあ逆に聞こう、お前が。何を？タクもその、サムネを選んだ時にもう一つ選択したんで。うん、あったな。それはもうなんで、もういい。いい感じやろ、これ。俺は、それもう一個選択肢があって、で、練習参加して、で、二つ声かけていただいて、まず一つ大きいポイントは、一番最初にオファーくれたのが、サンウェッジ広島。で、俺、高校3年生の時、夏怪我しとって、で、ずっと試合出れてなくて、インターハイも出れなくて、その状況の時に、広島がオファーくれた。で、もう一個のチームも、くれたけど、その後やって。で、俺はもう怪我してやばいなーって、これ、プレイできてなくてプロになれるのかなと思ってる時に、広島が声かけてくれて、ほっとしたっていうのは、やっぱり、広島のチームに声かけて、広島に声かけてもらった時に、ほっとしたっていうのが一番、俺の中でもでかくて。で、それからもでも、
選択肢がある中でずっと俺悩んどって、で高校の先生にも「卓どうするんや」ってずっと言われとったけど、ちょっともうちょっと待ってください、もうちょっと待ってください、ちょっと監督ならどう思いますかとかいろいろ聞きながら迷ってたけど、でもう一個俺の中で大きかったのが佐藤久人選手っていう、もう偉大なストライカーがそのチームにいたこと、だからその選手を身近で見て学べることが多いんじゃないかなっていうのは、まあ俺の中で一つの選択肢になったし、実際やっぱり佐藤さんと一緒にプレーできたことによって今の自分につながっていることは大いにあるなと、学んだことだらけやったなっていうのは思うから、結果的にな、まあ行ってよかったなとは思うし、その選択肢は俺の中で間違ってなかったなっていうのは思うし、広島の意図がやっぱりファンサポーターもすごいけどな、あれや、先輩たちがめちゃくちゃいい先輩ばっかりやったから成長につながって俺は、うん、だからお前も行ってどういうチームって感じるのか、まあ、また広島でプレーして結果残した時にこういう形で話聞くわ何を感じたのか、ええこと喋るようにな、ここでどうなったのか楽しみだけど、いやでもなんかそれはもう今に限ったことじゃなくて、やっぱ高校の時からもう結構比べられてることはもう多かったんで、いやだから何とも思わないです俺は全然、だからタクのことをとやから、まあ、俺はそれを逆に刺激に変えて頑張ってこれたけどな、だから逆に、うん、高校の時とかもそれはすごいな、お前もだから全然なんか面白いんちゃうかなとも思うよね、うん、やっぱりそうやな絶対思わへん、絶対そんな多分俺はその立場になったことないで分からんけどそうやな、だから逆に俺は美味しいかなと思うからな、やっぱりタグのファンをやった人は結構俺のこと注目してくれへん絶対そうかな、そうやな、すごいけどな、俺からしたらまあすごいと思うけどな、いやでもそんなことないと思うけどなでもまあここまでこれということがまあすごいし、まあ正直お前もやるなと思ってたよな俺も正直だから追いつ、まあ来るやろなと思ったけどでもお前これもみんなに聞いてもらえるかどうかわからんけど、プロさ、うん、大学でプレーしょって、うん、プロからずっと声がかからんくて、まあ多分知らんなんやろうけど、練習参加とかできなくてさ、お前ずっと動かんかったよお前、そっからどうすんのかって、うん、俺それ結構疑問で、お前プロサッカー選手になりやんかもわからんっていう時期多分結構長かったよお前、あーでその話こやんくて、そうで俺がさ言ってあげたからさ、うん、自分から動き出したら練習参加できるんやでって、お前それしてなかったらどうしよったの、うん、俺が言ってなかったら、まあ、俺はなんか結果を残すことにも頭だから、まあもう声かかってくるのを待っとった、そうやな、だからめちゃくちゃ結果残しとったらくれよなっていう、まあそりゃそうやな、でなんか俺変になんかそのプロを意識してなかったの大学の時は、うん、なんかもうとりあえずもいい、とりあえずいやプロになりたいと思ってたけど、でも結果残すことだけな、そのなんかとりあえず今は大学サッカーに集中しようかなっていう、それの後かなというのは思っとった俺は、うん、それ俺ちょっと思っとったね、まあでもちょっとグイグイタグが活躍していくのを見て若干焦っとったけどなそれはそれだけど俺も多分な、今の弟もおるけど、え、こいつこのままプロになりやんだらもったいないなと俺思ったで、お前にも、お前は正直いやで、お前にも言ったし、で俺がお世話になってる代理人さんとかにもいろいろ相談させてもらって、お前の力になってもらったけど、でそこのやっぱりあれやんな、人生分からんよ、多分待っとったらこうなってね、多分分からんけど、せやな、甘かったな、という俺は考えが甘かった、甘かった、
だから大事やねん、自分でいろいろすんのは。それで行動移してくれってなったし、で、水戸さんが撮ってくれて、うん、で、プレイさせてもらって、今に繋がってるし、で選択肢は良かったよ、お前も、今まで。思ったらタコのおかげでどこ寝たら。ちょっとはな。そうなのかな。ちょっとはな。